の結局働く人が増えれば、ね、増え続ければ良くなる。働く人が減り続ければ悪くなるというふうになっていますで。日本の場合、このね、えー、働く人の人口、もう山形にね、えー、バブルの崩壊のちょっと後からもう減り続けてます。だからね、景気悪いのは当たり前、物が高く売れないのは当たり前です。一方、オーストラリア、働く人はこのように一直線にもうね、右肩上がりに増え続けてます。 まあだからね、えー、景気の当たり前と。まあ27年間好景気続きという形です。まあアメリカもね、えー、最近ちょっと鈍化してますけど、基本的には増え続けてる。というか、この、えー、まあ資本主義において、人が、働く人が増え続けないと、まあどっかで景気が悪くなるというのは当たり前という形になってます。まあ景気がね、えー、いい国で商売をする。景気がいい国に販売すれば、 まあば上りエスカレーターに乗っているようなもんなんで立っているだけで上の階にたどり着くと、まあ、一方下りエスカレーターに乗ると、まあ、頑張って歩かないと上の階にたどり着かない、ね、で頑張って歩くったって降りてくるエスカレーターに登ってきゃ、ね、それは障害も多い、えー、大変なばかりという形です、まあ、オーストラリアは世界一の金持ちそして日本は、えー、オーストラリアで高く売れるものが、えー、たくさんあると いうのでねまあ、日本でえ何か副業で稼ぎたいなとかビジネスやりたいなというのはね、もう輸出に目を向けるのがいわば上りエスカレーターに乗るのと同じ行為。まあ、すぐに上りエスカレーター、ね、すでに、ね、動き出しているところなんで乗った方がいいです。まあ、オーストラリアのシドニーでは217億円のマンションまで売れていると。 まあ、ロンドンでも売れてます。ニューヨークでも売れてますけど、まあ、日本じゃ200億円のマンションなんて、ちょっとね、えー、想像もつかない。というか、桁が違いますね。15億円で、えー、超高,高級マンションと、最高級マンションと言われてるわけですから、まあ、1桁違うわけですね。まあ、そんな形で日本で物を売るのは大変。だけど、日本を仕入れの場所として考えると、まあ、非常に儲けやすいと。 例えば、オーストラリアのアマゾンで売れてるこの折り紙セット1万円、ね。日本でこの折り紙をね、えー、霧の箱に入れて、定裁をよくして、ね、風呂敷きつけて1万円で売れるでしょうか。売れるはけがない。ね、日本だと、まあ、折り紙っていうのは、えー、1コンボ100円、ね。木の箱に入ってて、えー、なんでそのありきたりの折り紙を木の箱に入れるんですか。えー、折り紙と風呂敷き関係ないのになぜセットにするんですかという感じですね。 まあ、ひょっとして2000円でも売れない可能性は高い。だけど、オーストラリアでは実際に1万円で売れてると。まあ、他にもオーストラリアで高く売れてるものはたくさんあります。で、それもこれもね、まあ、好景気続きというので、やっぱりオーストラリア、非常に物が高く売れる場所ということができます。まあ、そのオーストラリア、ね、もう、物、物だけでなく、こう、弥生県 日本だとね、安いチェーン店の、えー、食堂の弥生券、オーストラリアだとね、これもオーストラリアの中では高いわけじゃないんですけど、まあ、普通に17ドル、1400円ぐらいで生学焼定食。オーストラリアドルになると、まあ、日本でね、売ってるものの価格とは変わってきます。3倍、5倍は当たり前と。何しろオーストラリアの世帯年収は日本の3倍です。 まあ単純にね、世帯、あの、平均所得は3倍だから物価も3倍という形ではないんですけど、日本のね食品とかね、日本製品なんかは、オーストラリアでは3倍以上で売れてるものが多いということでね、やっぱり日本にいながらにして、普通に手に入るものをオーストラリアに送るだけで3倍で売れる。こんな好都合なビジネスはありません。しかも副業でもできるし、ネットで買えば在宅のままでもできると。 で一番の問題はね、何を買って送ればじゃ儲かるのかというのがね、初心者は戸惑うとこなんですけど、まあ、その何を買って売れば儲かるか、まあ、そのサポートを今提供しています。